株式会社ミスターマックスホールディングスは福岡市に本社を置く持ち株会社。東証一部福岡証券取引所上場。中核市会社の株式会社ミスターマックスがディスカウントストアをママックスを運営。1925年、ラジオに関する営業活動を開始イコール創業。家電製品の販売を長らく続け、その後、 ホームセンターに近い営業形態をとっていた。1978年にディスカウント業態へ進出。1990年代より九州各地にて食品スーパーをはじめとする他の小売業と提携し、コミュニティ型ショッピングセンターを全国展開するようになる。創業の経緯もあり、家電製品の販売が充実しているのが特徴。家電量販店並みに、 各メーカーのナショナルブランドの商品を広く扱う。一方で、2005年以降、格安のプライベートブランドの液晶テレビを次々と発表している。ママックス、湘南藤沢ショッピングセンター、関東地方、中国地方、九州地方の15都県に60店舗を展開する。本拠のある福岡県に25店舗と全体の3分の1超の店舗を展開している。 1994年12月に、福岡県北九州市八幡西区に、ミスターマックス主導のショッピングセンター第1号となる、ママックス本庄ショッピングセンターをオープンさせ、SC 業態への展開を始めた。初期は、パワーセンター型店舗、ハイパーモールメルクスとして、中国地方及び九州、山口各地に展開していたが、1996年3月の、 ハイパーモールメルクス・クラガノの出店を皮切りに関東地方へも進出。2000年代以降はママックス・ショッピングセンターとして九州、中国、四国、関東を中心に店舗を展開し2007年7月に町田市にママックス・町田玉座会ショッピングセンターを出店したことで東京都内にも進出した。SC 業態としては関東地方7店舗 中国地方4店舗、九州16店舗の計27店舗と半数長が SC 業態の店舗となっている。ありがとうございます。